この夕べもあなたの御前で礼拝を捧げることができることをありがとうございます。週の初めにと聖書は繰り返し語ります。それはイエス・キリストの復活された日です。足掛け3日地に葬られ、2泊3日の間キリストは世に下って、私たちの身代わりとして死に裁きを受けられました。しかし3日目によみがえって死を打ち滅ぼされ、私たちも先駆けとして復活されました。イエス様が復活されたので私たちも復活されます。死を、イエス様が滅ぼされたので私たちにとっても死の力が打ち滅ぼされました。イエス様の絶対的な勝利を私たちは今週も信じ、あなたの命に生かされていくことができる一週間になりますように、主を導いてください。心から感謝いたします。愛します。イエスキリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。主に礼拝できることを心から感謝したいと思います。今日6月19日、6月の第3週目の日曜日は死の日ということですね。まあ、母の日と同時期的にこれが、まあ、行われるようになった。まあ、あんまり私はね、このキリスト教の暦を追ってるわけではないんですけど、まあ、良いなというふうなことですね。先週か先々週は花の日っていうのがありましたけどね、まあ、花の日で何をしたかというとね、野の花を見なさいっていうね、その聖書の言葉を読んだだけでした。でもね、それだけで十分なんですね。神様は一瞬咲いてすぐに枯れてしまうようなね、まあ、ここに先週まで花がありましたけどね、まあ水をあげてたんですけどね、枯れてしまいました。まあそういう一瞬というかね、まあ、一瞬ではないんです、何週間かは咲いてましたけど、でもやがて枯れてしまう、そういう花でさえこんなに綺麗にしてください。まして神は私たちを気を配ってください。私たちを心配してくださるんだよ。だから心配しないでいいんだよ、神が心配してくださるんだから。まあそういうねメッセージを思い起こしました。死の日、まあ、これはですね、父への感謝とともに、今日は、どちらかといえばですね、良き父に、流せていただきたい、まあそういう思いを持ってね祈ることができたら幸いだな。神様はですね、アダムが罪を犯したっていうんですね。アダムだけが犯したんじゃないし、エヴァが先に罪に陥ったのにね、アダムだ、まあ、これはね、男を、人間の代表としたっていうこともあるんですけど、人間を代表して、まあ、アダムと呼ばれ、そして神の裁きを宣告された。まあ、そういうふうに考えたら死の日はですね、まあ、単なるお父さんだけではなくて、全ての人が父のような存在として、生きていく、つまりリーダーとなっていく、誰かのお手本となる、そして、養っていく、導いていく、まあ、そういう存在になるという意味で、まあ、全ての人が死の日に該当するんじゃないかと、まあ、そのように考えます。今日はですね、ダビデをイスラエルの2代目の王ダビデを通して、その生き方を学んで、私たちもそんな生き方を習っていきたい、そうさせていただきたい、祈ることによって神に働いていただきたい、そういうふうに願います。今日のこの聖書箇所1節から58節はちょっと長いようですね。今日は、聖句は、どうしようかなと思ってるんですけど、まあ、政府はですね、後ほど読みたいと、そういうふうに思います。ある日、
エラの谷という、場所にですね、まあ、イスラエルの北部の方ですね、そんな広い場所ではありません。そこに、ペリシテ人がやってきました。イスラエルを攻めにやってきたんですね。まあ、その軍隊の長ゴリアテっていう男でした。でこのゴリアテはですね、大男です。2メーター86センチ。まあ、知らない人もいるかもしれません。私が小さい頃ですね、よくアントニオ猪木と、ね、戦ったアンドレザ・ジャイアントっていう、ね、プロレスラーがいたんですね。このアンドレザ・ジャイアントはね、2メーター36センチ、でもゴリアテよりもまだ50センチ背が低い大男ですね。時間があるとお酒を飲みね、巨人症という、ね、病気だったそうですね。アンドレザ・ジャイアントは、短命でね、亡くなってしまいました。いやーね、このプロレスラーを誰がやっつけるんだろうか。プロレスラーになりたいけど、ね、こんな大男がいるんだから、ね、無理だなとかね、いろいろ、考えてたんですけど、まあ、そんな大男よりもさらに大男、どれだけびっくりしたでしょうね。宣戦布告してきたんですね。やいやい、俺と一対一で戦え、俺に、お前らがもし勝ったら俺らは奴隷になってよい、しかしお前らが負けたら俺らの奴隷になるんだ。しかしね、一人で、一人、ゴリアテ一人をみんなでやっつけるっていうんじゃなくてね、一対一だっていうんですね。誰か一人出せ、まあ、これはね、サウルよ出てこい、ね、王よ出てこいってことでしょうね。まあ、しかし王も黙り、そして、軍隊みんな静まり返っていた。一言も返さなかったんですね。でそこで言葉を返したらね、どうだったんでしょうね。まあ、弱音を吐くというかね、やめてください、許してくださいなんて言ったらね、もう、そこで、負けですしね、下手なことで挑発して相手を怒らせたらね、大変なことになるんでね、言葉を出さなかった。まあ、聖書にこんなことが書いてありますね。どんな人でもね、愚か者でもその人が言葉を発するまでは賢そうに見える。だから愚かな人でもね、じーっと黙ってればね、いやこの人賢い、頭がいいんじゃないかっていうね、そういうふうに見られるんだ。ところがね、喋ったとかなんだ、軽いな、なんだと こんなこと言ってんというですね、まあそういうふうなことがあるよっていうことを言うんですけどね、まあ相手にそれを悟られたくないから、怒らせたくないから、まあイスラエルはね、何もこのゴリアテに言い返せなかった。まあ、そこにですね、少年ダビデがやってきたっていうんですね。で少年ダビデはね、イスラエルの神は絶対的だ、だからイスラエル軍というのは最高に強い軍だと思ってました。ところがね、このイスラエル軍がね、ビビっちゃってるんですね。でこれはね、おかしい、なんで最強の軍がね、どうしてこんな敵に、やられっぱなしなんだ。まあ、そこでですね、憤ったんですね。違和感を感じた。こんなのおかしい。で、ダビデはですね、サウル王に頼んだんです。私が戦いに出たい。でもサウルはですね、お前は経験がないから無理だ。戦争したことないだろう。まあ、過小評価されたんですね。ダメだ。まあ、今日もそういうことがありますよね。何かやろうとしてもね、まだまだお前には経験が足りない。でもここはダビデの勝ちですね。ダビデが説得を重ねているうちに、よし行ってこい、まあ、そういうことになりました。でダビデはですね、パチンコ、いつも使っているパチンコを持ち、川から滑らかな石を5つ、取って、そのパチンコで投げ飛ばすとゴリアテのこめかみに当たり、ゴリアテは地に打ち倒され、でこのカチンとね、このこめかみに石が当たっただけだったらね、脳震盪を起こしたわけです。やがて目が覚めて、なんだ俺をこんなことやったな、もっと怒ってね、もっと強くなる。だからね、そこで終わったんじゃなくて、ゴリアテに馬乗りになり、このゴリアテの剣を、腰の剣を抜いて、首をはねて斬首してとどめを刺しました。今日父の日ですよね。
男は父親はこのような勇ましいダビデのようなね生き方をしたいものだと、まあ、そのようにね思います。4つのポイントから学びます。皆さんご存知ですね、このゴリアテとダビデの戦い。第1番目、あのエラのためにゴリアテとダビデが戦ったように、今私たちが置かれているその場所はね、エラの谷、霊的なエラの谷です。今皆さんが住んでいる場所、働いている職場、環境、人間関係はエラの谷なんです。だからいつ敵がやってくるかわからない。平和だ平和だ、安全だ安全だってね気を抜いてるとね、突然やってくる。その時に初めてね身構えて戦うんじゃなくてね、いつ敵が来ても大丈夫なように戦いの準備ができてるでしょうか。今日は4つの方法で、まずこのゴリアテが私たちに迫ってくるってことをまずお話します。第1番目、それは罪と在籍感というゴリアテが迫ってくる。罪と在籍感はですね、絶えず私たちを誘惑します。罪と在籍感が誘惑するんじゃなくて、悪魔が誘惑するんですね。どういう罪の誘惑があるでしょうか。まずは異性の誘惑ですね。男性なら女性、女性なら男性。次にお金の誘惑です。不正な方法でお金を得よう、お金のためなら悪いことをしても、まあ、それからね3つ目はね、偉くなりたい、まあ、そういうことで罪に誘惑される。まあ、そこで立ち向かわなきゃいけないですね。立ち向かう。罪はどんな罪でも罪です。私が子供の頃はですね、池や川にこの小さな石をポンと投げるとね、ポン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 と、2回から4回ぐらいね跳ねて、そしてパッチャーとですね、石が沈む、まあ、そのポンポンポンと跳ねるのが、ね、楽しかった。ある不器用な子供はね、大きな石をね、シャッバーンとね、投げ捨てるというね、そういう子供もいました。で、大きな石でもね、沈んでしまうんですよね。小さな石でも沈んじゃうんです。これと同じようにね、罪はね、大きな罪でも地獄へ落ちるけどね、小さな罪でも地獄へ落ちてしまうんです。だから、どんな小さな罪だから、あの人と比べてなんて言って、そんなことは通用しないんですね。罪はどんな罪でも罪。例えば、モーセの10回があって、その10回、10を全て犯している人も罪人です。しかし、9個は真面目にやってるのにね、たった1個、落ち度があるだけで、その人も同じ罪人です。だから、その罪というものは、どんなに小さいか少ないか、そんなことを比べることは意味がありません。今日私たちはその罪を悔い改めたいと思います。なぜ？その罪の代わりにイエス様が十字架にかかって死なれたからです。その刑罰をイエスは十字架で背負われた、裁かれた。だからその罪を神に悔い改めるときに、神はそれをすべて終わらせてください。清めてください。罪を犯したことがないものと見てください。罪があるから在籍感があるんです。罪を隠しているから心にチクチクと在籍感を感じる。だから、悔い改め、洗っていただくと在籍感から解放されます。この在籍感がね、結構いやらしいものなんですね。どうぞ今日この在籍感から解放されます。で、なんでいやらしいかというとね、罪滅ぼしをしようとするんですね。罪を許してもらうんじゃなくてね、それをこう帳消しにしてもらうためにいいことをしようとするんですね。だからね、いいことばっかりしてる人の中にはね、もしかしたら罪滅ぼしをしているという可能性もあるんですよ。で、私たちは罪滅ぼしでいいことをするんじゃなくて、ね、許された喜びで良いことをする人になりたいと思います。ですからどうぞ今日、ゴリアテは罪を持って迫ってくる、誘惑してくる。それはね、
おいこらって言うんじゃなくてね、美しい天使のような姿でやってくるっていうんですね。今日どんな罪も悔い改め、このゴリアテなる悪霊サタンを追い出しましょう。第2番目、次にやってくるゴリアテはね、人を許さない心です。人を許さない心、それは普段は忘れているんだけどね、ちょっとしたことで思い出すんですね。あの人が私をあの時ああいうことやった、ああいうひどいことをした、ああいう裏切りをした、まあ、それをね考えてるとね、だんだん心に占領されてくるんです。許せない。でそうするとね、どうなるか、まあ、外側に現れるとね、許せない、憎しみを感じて復讐したくなる。内側に現れるとどうなる、鬱的になり心が苦しくなってね、引きこもってしまう。だからこの許せない心っていうのはね、破滅させてしまうんです。私たちは罪は憎んで、でも人は憎まない、それが聖書の考えです。なぜならばイエス様はね、罪を憎んだけど私たちを愛しているので、私たちを許してください。じゃあ誰を裁いたんでしょう。罪を憎んだので、イエスを憎んでイエスを十字架にかけたんです。だから神はね、罪は憎んだけど私たちは愛された、だから私たちはね、愛され許されたように、同じようにその隣人にも同じように許すということ、これを行いたいと思います。でこれ言うは簡単なんだけどね、やっぱりね、傷ついたものをね許すことは難しい。じゃあどうしたらいいか、許すことを決断しましょう。でここだけで50点、半分はクリアします。今日許すように祝福します。しかし次にですね、ただ許すって我慢するだけじゃなくて、復讐を神に委ねるってことですね。ただ許すだけじゃなんか損をするようなね、心が納得しない、だから私が復讐するんじゃなくて、神様あなたにお任せします、神に任せる。パウロはこう言いました。復讐するは我にあり、神が祝福する、復讐するんだから神に任せよう。さあどうぞ今日、許せない相手への復讐を神に委ねましょう。そして私たちはどうするか、祝福するんですね。その相手を祝福する、私たちの手を使ってね、人を復讐しなくていいように神がしてくださった。さあそうするとね、愛し許し祝福するとゴリアテは倒れるんですね。さあ今日、復讐を神に委ね、許し、そして祝福して勝利する皆さんとなるように祝福します。第3番目、恐れる心を持っています。ゴリアテは恐れる心、この恐れを持つとね、刑罰があるって聖書は書くんですね。何か罪を犯すとね、世の中で罪を犯すとその刑罰がある。同じように恐れると、恐れに対して刑罰なくなる、聖書はそう教えます。でその刑罰は何かというとね、恐れた内容が身に降りかかるという刑罰です。恐れてるとね、その恐れてることが実際に起こってしまう。だからこの恐れを解決しなきゃいけませんね。アメリカ第32代大統領フランクリン・ルーズベルトはね、このように演説しました。私たちが恐れなければいけないのは、恐れという心を持つことだ、これを恐れよう、そういうふうに語ったんですね。何を恐れなきゃいけないか、恐れる心を持つことだ。恐れるなって聖書は言います。どうぞ恐れる心を持つことを恐れ、恐れに打ち勝っていきたいのです。どうしたらいいでしょうか。まずね、神をありのまま知ることです。知識だけじゃなくてね、神がどれほど力があるか、そして神がどれほど愛に満ちたお父さんであるか、優しい方か。皆さん、神に対するイメージを変えてください。皆さんはね、間違ったイメージを持っている可能性があります。神様は小さくちっぽけにね、力がないような、まあ、祈ってもね、あんまり、まあ、日曜日だけはね、一応あなたのことを思い出すけどね、普段は
失望してる。神なんか本当に私を助けてくれると考えていない、そういう場合があるんです。本当の神は違います。全知全能です。目に見えないだけで、ね、何でもできる。無から有を作る全能なる神を信じ、優しいお方を信頼する、まあ、そうしたらね、恐れはなくなっている。そういう方が共におられるんだ。じゃあ大丈夫だ。皆さんどうぞ恐れを追い出してください。恐れたものが引き寄せられるって言うんですけど、まず何が恐れ引き寄せられるでしょうか。それはまずね、病気になるという恐れがある。まあある若い女性のお葬儀をしたことがあります。この女性はね、誰よりも健康食品をよく、買ってね、健康食品買ってたら長生きするはずなのに40代で亡くなったんですね。おそらくそれは、まあ、病気が、がんが、たまたまあったからかもしれない。でもそこには恐れがあったんじゃないか、病気になるという恐れがその健康食品に柱が出たんじゃないか。どうぞそのような恐れを追い出しましょう。神は癒し主です。それから貧乏になるんじゃないかという恐れがありますね。でこれはね、本当に根強いですね。聖書はね、トガは3代4代に受け継がれるというんです。トガっていうのはね、罪ではないかもしれないけど間違った歪んだ考え方です。おじいちゃんおばあちゃんが、ひいおじいちゃんおばあちゃんがね、いやうちは貧しいんだ、貧乏なんだ、だから貧乏になるんだ、貧乏は仕方がないんだ、もしそう考えてたとしたら、ね、その子供もそうなんだ、私たちは貧乏になる、貧乏になるんだ、でそれをまた口癖にするから、その子供もね、私たちは貧乏なんだ、貧乏、その孫もこれがね影響されてしまう。まあ、ある成功哲学の本でこういう話がありました。ある、子供がね、親がね、貧乏だ貧乏だ、だから私たちも貧乏になる、そんなの嫌だってこう叫び出したんですね。そして考え方を変えました、ね、そんなのね、貧乏だって考えるから、ね、貧乏になるんだ、私はで貧乏だってね、人から借りたりお金で苦労してね、もうそんなことは嫌だ、豊かになってね、人に与え、人生豊かに生きたいんだ。考え方が変わりました。恐れが出てきた。そして億万長者になったんですね。まあ、そこが分かれ道でしたね。まあ、父母を敬うってことは大切ですけどね、そういう咎は切ってもいいんですね。それからね、愛を失うという、恐れ、いい子ちゃんになってね、人にペコペコする人はね、人から人の愛を失うことを恐れてね、相手の言いなりになってしまう。恐れなくていいんです、ね、人を愛したらいいんです。愛を失う恐れなんてね、そんなの、嘘ですよ。恐れようが恐れまいがね、そんな愛は時間とともに消えていきます。人には愛はない、でも私たちは愛を失うことを恐れないで人を愛していったらいいんですね。死の恐れ、これは死期を早めてしまう。人は死ぬんですね。もう抵抗してもしょうがない。でも死ぬということを私たちは必要以上にね、恐れる必要がない。だからどうぞその恐れは引き寄せてしまうので、私たちはそれを追い出す。ただ追い出すだけじゃなくてね、神を信頼して安心して恐れない、それが大切なんですね。四つ目のゴリアテがやってきます。それは否定的な考え方ですね。説得力がある、否定的な考え方は。なぜならばね、失敗する確率の方が高いんですよ。でその時にね、否定的に考えて、ああやっぱり、期待しないでよかったね。で期待してね、うまくいかないとがっかりする。だから否定的に考えよう。安全なんですね。傷つかない、説得力がある。
しかし皆さん、この否定的な考え方というのはもうすごい癌のようですよ。私たちのこの否定的な考えが言葉となるんです。言葉が否定的になりますね。肯定的にできるよ、大丈夫だよ、嬉しいよ、勝利するよ。否定的な人はそんな考え、まあ人生っていうのはこういうもんだね、まあ辛いことばっかりだ、まああの時もうまくいかなかったし、もう諦めるしかない、我慢していこうよ、そういうね、否定的な考え方がんですよ。私たちは自分がどういう言葉を語っているのかをよく考えてね、吟味して、そうか、否定的なことを考えているのか、私たちの考え方をストップして、そして肯定的な考え方に変えていく。キリストにあってどんなことでもできる、勝利者なんだ、大丈夫なんだ。皆さん、そういう考えを持ったらね、言葉が変わってくる。言葉が変わったらね、生き方が変わってくる。生き方が変わると習慣が変わり、習慣が変わると運命が変わる。皆さん、これ大切なことです。否定的なゴリアテに騙されないように、それを打ち砕いていきましょう。十字架の力で打ち砕いていきましょう。まあ、これがね、私たちに迫ってくるゴリアテの代表的な方法です。軍服を着てね、私たちに迫ってくるんじゃないんです。こういうふうに人を、憎んだりね、あるいは恐れたり、否定的なことを考えたり、そういうことによってね、私たちをゴリアテは潰そうとして、次に第2番目いきます。ゴリアテに対して使い慣れた武器を使え。ダビデが戦おうとしたときにね、サウル王は自分の鎧兜をダビデに貸しました。ダビデは一旦は来たんですね。でもあんまり重いから、慣れてないからね、王様、これは無理です、パッと脱いで、使い慣れたパチンコと滑らかな5つの石を取って、勝利の宣言をして間髪入れず戦ったんですね。うだ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 考えてる、そういう間に彼は戦場に向かって戦った。パチンコを振り回し、滑らかな石1個をゴリアテの額めがけて投げ飛ばした。なんでこめかみだったんでしょうか。こめかみしか当てる場所がなかったんです。鎧はね、この 目のところ以外はね、全部塞がれてたんです。手には剣を持ち、片方は盾を持ち、全身がね、青銅の鎧を着ていた。どこにね、石を当ててもね、意味がない、勝てっこないんですね。ところが一箇所だけあった。そうだ、そこを狙おう。普段ね、ダビデはね、普段と同じことをしてたんです。普段と同じこと、自分は羊を飼っている。で、羊がね、獣にやられようとするとね、その獣をめがけてこのパチンコを当てたんですよ。トラやライオン、そしてクマ、そこにね、その急所をめがけて石を投げつける。で、そのトラやね、クマよりもね、この、ゴリアテは大男ですよ。顔もでっかい、額もでっかい、だからね、的が大きいんです。だからいつもより楽だったんですね。ダビデはいつもと同じように石を投げたらゴリアテを倒すことができた。これ大切なんですね。慣れていた、使い慣れていた武器で戦った。で、このまずパチンコっていうのは何でしょう。自分自身ですよ。皆さん自身、皆さんが、ね、自分を生きるってことが大切です。人の真似をしたりね、自分じゃない自分を生きるんじゃない、自分を生きている。そしたらその自分のあるもので勝負したらいいです。それがパチンコですね。次に5つの石は何でしょうか。それはまず1つ目は聖書の石です。いつもいつも暗唱し、その聖書の言葉を味わい、繰り返し繰り返し、その聖書の言葉が自分の命になるまで使う神の言葉、これが武器です。2つ目は聖霊様という石です。いつも頼る、いつも聖霊様に頼り、
いつも聖霊と共に歩んでいるので、戦いの時もね、この聖霊様一緒に行きましょう。聖霊と共に戦う勝利。3つ目は十字架の石です。十字架はどうしたらいいか。見上げるんです。どんなに否定的な、ね、呪いや問題、苦しいことがあっても、十字架を見上げたら、ね、祝福に変わるのです。昔、モーセと共にイスラエルがね、神に逆らったときに、何が起こったか。神は蛇で影を噛みついた。で、その時にですね、どうしたか。聖堂の蛇をあげたんですね。聖堂の蛇。それを見上げたら、病気は治った。そしたら、このことを通してですね、モーセが荒野で蛇をあげたように、十字架を見上げるってことが書いてあるんですよ。ヨハネ3章14節です。皆さん、十字架の石、それはね、どんな時にも十字架のイエスを見上げる。どんなに苦しくてもイエスを見上げる。そのことによって勝利しているから、十字架が皆さんの武器です。次、祈りの石ですね。どんな時でも祈る。神様助けてください。知恵を受けます。導いてください。その祈りという武器が勝利です。賛美の武器です。ある人は賛美をしてね、どんな時にもね、神は素晴らしい。神は良いお方だ。あなたを賛美します。イスラエルの神を称えます。でさ、これらの石をね、いつも使って使いこなしていたらね、それが滑らかになり、それがね、武器となるんです。でさ、どうぞ試練がやってくる前からいつも聖書を読み、いつも聖霊と共に歩み、十字架を見ながら祈り、賛美してください。いつもと同じようにやったらいいんです。ダビデはいつも羊飼いとしてね、やってる、当然やってる。それは自分の羊を守る。そのために、獣をやっつける。それと同じようにゴリアテをやっつけたんです。じゃあ、これがね、いつもと同じようにするっていうのが大切ですね。まあ、私は時々ね、大きな、会に、呼ばれて奉仕をすることがあります。で、その時にね、たくさんの人がいる。いつもより、はるかに多い。で、その時にね、どうするか。よーし、ね。いつもより良い話をして、音楽をやってるの。そんなこと考えません。いつもと同じように、いつもここで語り、賛美をしてるのと同じようにする。もうそしたらね、緊張しないところがね、いつもと同じですよ。使い慣れてるってこと、それが大切ですね。皆さんの武器は使い慣れてますか？それを使って戦うなら、百戦錬磨です。勝利者です。第3番目、ゴリアテと向かって戦いましょう。退治することです。逃げないで退治することです、敵と。そうするとゴリアテはどうするんでしょうか。見下してきます。馬鹿にしてきます。軽んじてきます。お前に勝てるわけないだろう。お前は弱い。無理だ。そしてね、しまいにはね、神を軽んじて呪ってくるんです。悪魔はね、何がイエス・キリストだ。何が神だ。目に見えないそんな神がね、お前を助けるのか。無理だ。同調しちゃいけません。悪魔はね、皆さんがね、弱くなるようにね、信仰を失うように嘘をついた。無理だ。お前にはできない。無能だ。しかし私たちはね、そんな嘘に騙されないで、勇敢である必要があります。神が共におられるから大丈夫。そう言って戦う。ダビデ一人だったら勝てませんでした。しかしダビデプラス神が共にいたので勝利できた。だから私たちも神と共に立ち向かい、戦いましょう。戦ったら 100% 勝利です。皆さんは日本のダビデとして勝利者となるでしょう。日本を牛耳っているこのゴリアテのような悪魔、サタン、悪霊、これを私たちは追い出して打ち破っていく、そういうダビデのような勝利者とさせてもらいたいと思います。最後4番目、
私たちが戦ったのはね、急所を石で打ち抜くようなもんです。でも脳震盪だけでした。最後とどめを刺すことが必要です。ゴリアテの剣を持ってゴリアテの首を跳ねた。中途半端で戦いを終えたらどうなるんでしょうか。またムクムクムクっと起き上がって、なんだてめえ、 俺にこんなことするのか。彼は怒ってね、もっと強くなってね、攻めてきますよ。そこでとどめない、とどめを刺す。十字架の剣を持って罪と悪魔と呪いと病と死にとどめを刺す。首をはねる。そしてその首を神のもとに持っていきましょう。私たちはね、十字架によって悪の力を打ち破る権威なんだよね。そして最後にね、このとどめを刺す最後は何か、伝道です。伝道することによって悪魔の力はもっと弱くなって、悪魔の領地は狭くなって、最後地獄は空になり天国で人が満たされる、御国が来る、人々は救われる。さあ、これが私たちにとっての今日のメッセージです。ダビデという男はね、完全な人ではありませんでした。ダビデは自分の部下の奥さんをめとり、まあ、これでもひどいのにね、さらにね、その部下を殺すというね、さらに重い罪を重ねました。じゃあこういうダビデのね、ところまで学べば、そうじゃないんですね。神が望んでおられる、神が喜んでおられるダビデのその性質、この勇ましさ、神を信頼し神を愛する、この素直なこのダビデの生き方、勇敢さ、そういうところを私たちは学んでいきたいものです。一人は欠点がある、欠点まで学ぶ必要ない。どうぞ神様、この勇敢なダビデのような、王のような影響力のある勝利者として私たちを用いてください。そんな父親、そんな人に作り変えてください。そういうふうに乗っていこうじゃないでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。天地敵に打ち勝つ勇士ダビデのように、私たちも勇ましく敵に打ち勝つことができるように祝福してください。イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。しばらく皆さんでお祈りをしたいと思います。神の前に膝を込めて媚びをかれ、神様のダビデのその勇ましい生き方のように、ダビデというのは神に愛されるものという意味です。悪いこともしました。しかし誰よりも神から愛されました。それはダビデが素直だった、悔い改めた。今日私たちも素直に悔い改め、ダビデの素晴らしいその人生を私たちにいただきたいと祈っていきましょう。祈りが皆さんの未来となります。まだまだ天のお父様、天のお父様となります。あなたの力が欲しいです。欲しいなと豊かに誘われていることを心から感謝します。愛する主よ、さあ今日締めてます。主よに感謝し、また今日主よに祝福なってことができるように助けてください。主の力を十分見てて、この日本が良い国になっていくように、まず日本の父親たちを強めてください。弱くなっています。今日本の父親の権威が失われています。主が温暖化してきています。主が女のようになることが伝えられます。家事をし育児をする、そういう男だけが良いでしょうか。神はそれも一つの方法、愛かもしれないけど、神が願っている男、それは勇ましく本当の意味で優しく強い
ダビデのような、そしてダビデが与えられるわけではありませんけれども、そういう一面を持った男たちが出てきます。日本に主です、本当の優しさを持った男たちが出てきます。主イエス様、神の愛であるように、イエス様の愛であるように、私たちもそのようなイエス様のような、死なる神様のような、主イエス人となっていくことができるように、主をどうぞ助けてください。おーイエス様、ハレルヤ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 、主を信じることができます。皇室に救いと聖霊の満たしがありますように。総理大臣に聖霊の満たしと主の救いが謙遜さが与えられるように、イエスに従うことができるように、リーダーと共に、また全ての日本に主のもとに、イエスのもとに御座を掲げることができますように。主を助けてください。私たちの伝道に火をつけてください。主イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。じゃあ皆さん立ち上がってください。立ち上がれいざという賛美をします、この賛美をしながら、献金を捧げていきたいと思います。立ち上がっていきます。立ち上がれ主の力で
私たちの祭りを受け止めください。主よ、どうぞこの教会の働き祝福されますように。捧げますお一人お一人を祝福してください。また教会に通っていない方でも捧げる方々いらっしゃいます。その方々のうちにも親しく祝福がありますように。30枚60枚100枚豊かな祝福を持って一人一人を満たしてください。足りないことのないように神様あなたの豊かさで達成させてください。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。感謝せよ主に、主はあなたと共に、契約に忠実な方、その恵みはとこしえに。感謝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 せよ主に。感謝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 せよ主に。ただいまから生産式を行います。生産式は神の愛を思い起こす、信仰を奮い立たせるための儀式です。洗礼は1回なのに生産式はなぜ毎回やるのでしょうか。それは必要だからです。私たちが古い性質、肉の性質はすぐに神なき価値観を私たちに持ってきます。しかしこの生産式を通してもう一度その神ない考え方を神中心の考え方に戻す。これを食べるたびにイエス様が私を愛してくださった、それゆえに十字架にかかり死に墓に葬られ、三日目によみがえって今も生きておられる、そのことを生産式を通して思い起こすことができますように。一言で祈ります。恵み深い天の父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願う子が死の慈しみと十字架の苦しみを深く覚えさせてください。今このパンと葡萄酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとさせてください。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。取って食べなさい、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯から飲みなさい、この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。もう一度お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、
主の聖誕に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前にされます。願くは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。主よ素晴らしい方、できないことがないし、主の言葉は全てを成す。主よ素晴らしい方、主を信じます、奇跡は今も起こります。癒しをなし心清め、奇跡は今も起こる、奇跡は今も起こる。したいと思います。信仰を持って心を合わせてください。天の父なる神様、ダビデは神の勝利をよく知っていました。神がどれだけ強いかということを知っていました。だから勇敢にも戦争を経験していないのにもかわらず、最強の敵と思われるゴリアテに対峙し立ち向かい戦って勝利しました。このダビデの姿は私たちも同じように敵に立ち向かい悪魔を追い出し勝利者となるべきだということを私たちに教えているとそう信じます。今日私たちは立ち向かいます。悪魔の力に立ち向かいます。悪魔よ出て行け、ナザレのイエスキリストの皆の剣を持って命じる、出て行きなさい。聖霊様あなたと共にそれとの悪魔の力に立ち向かいます。罪が許され神とことされたことを感謝します。聖霊に満たされているので、主よ私たちはこの病の力を追い出します。呪いを打ち砕きます。死の恐れを追放します。巨大使命から今死の恐れを出ていけ、死の恐れを出ていけ。主よ私たちはあなたに信頼し、またあなたの力にあふれ血潮で清められてあなたの喜びにあふれています。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。あなたの力が今豊かに豊かに望んでいます。主を祝福してください。イエス様お願いします。祝福してください。イエス様祝福してください。イエス様あなたの命で溢れさせてください。祝福してください。イエス様お願いいたします。祝福してください。イエス様お願いいたします。おー主イエス様お願いいたします。主を祝福してください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 。主はあなたの力で溢れさせてくださいますように、祝福してくださいますようにお願いいたします。おーイエス様ありがとうございます。インターネットで礼拝している方々を祝福してください。祝福されよ、祝福されよ。一人一人があなたの愛に満たされています。ありがとうございます。愛されています。そして私たちもあなたを愛します。イエス様の皆で感謝してお祈りいたします。アメン。誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを今年へ
今の街を、喜びなく、あらぬことを、アメン。